アンセニュドベッソジャクベは、フランス海軍のデスティエンヌドレブ共通砲艦14番艦。艦名は、第二次世界大戦で戦死し、レジオンドヌール勲章を授与されたアンドレル・イローラン、ジャクベに由来する。アンセニュドベッソジャクベは、DCN ロリアン交渉で建造され1980年7月8日に、寄港、1981年9月26日に、浸水。 1982年10月23日に収益する。1982年10月15日にトゥールーズと命名都市の関係を結び、2002年11月に陸軍の第三海兵風評落下三連隊と提携関係を結ぶ。トゥールーズはジャクベの生まれた町である。安静入道別荘クベは海外領土や経済水域の警備のほかに、 潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における、初任務にあたる。1999年3月にオマーン・マスカットを訪問し、11月には、スペイン・バルセロナに寄港し合同演習を実施した。2000年6月末に、国会諸国訪問に向かい、7月に、トルコ・イスタンブールと、ルーマニア・コンスタンツァに寄港し、 レスキューイーグル演習に参加した。2000年12月、インド洋にいた本館は、エリトリア情勢の悪化に伴いホルアンガル作戦のため、公開方面に展開し、約4ヶ月間の任務に就く。折しも10月には、米韓コール襲撃事件が発生しており緊迫した、情勢であった。2003年から2004年にかけては、NATO 諸国との合同演習に参加している。 2005年9月、バスティアへ航行中であったフェリー、パスカル・パオリが、コルシカ労働組合員によってハイジャックされ、国家憲兵隊治安介入部隊による救出作戦の支援に参加する。同年11月には、インド洋上にて、インド海軍空母機動部隊と合同演習を行う。2007年4月から8月にかけて、 第150合同任務部隊に参加するため、インド洋に展開した。任務終了後の11月には、アルジェリアと合同演習を実施する。2009年5月には、戦勝64周年記念観艦式に参加する。2010年12月には、アタランタ作戦に参加するため、ソマリア沖、アデン湾に展開している。 EU naive for welcomes the French Worship FS ジャグベット。ありがとうございます。